この時間はコロンビア対日本、こちらの一戦をお届けいたします。このスタジアムで今日はどんなゲームになるのでしょうか。日本国国歌お聴きいただきます。続いてコロンビア国歌です。コロンビアは 4-4-2 のシステムですが、どうご覧になりますか。そうですね、この場合のシステムですとサイドバックがどれだけ仕事ができるか、そこが大きな鍵を握ってくると思いますね、はい、サイドから仕掛けてくるタイプのフラット型、トップ下を置いてトライアングルを作る形のダイヤモンド型がありますよね、どちらもサイドバックのオーバーラップが攻撃の大きな武器になりますよね。キックオフ、コロンビア対日本、エキシビションマッチが始まりました、サイドをご紹介しましょう。皆さんから見て右に攻めるのがコロンビア、反対側右のエンドからが日本。松山、椿、澤田、大きく縦へ、もう一つ前に行きたい、無理や。相馬、ボールは日本、中央へ、縦へのボール、佐野、スルーパス来た、これはシュート、さあシュート、コロンビア完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、積極的でいいですよね。どんどんこうやって打っていけばゴール前何か起こるかもしれませんからね。ヒューム、サイドを使う、ワンエルナンデス、マテウス・ウリベ、長いボール縦へ、左サイド上がっていきます、
さあ左へ預けて、さあ繋がるか、シュート止めた。いや今のは北澤さんファインセーブでしたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ好セーブを見せました。このファーストハーフ最初のコーナーキックは日本、クリア。このピンチをなんとか出します。相馬、この人は攻撃参加を非常に好む選手です。サンチェスから縦へ長いフィード、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。前半0対0。北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。日本としては今のところリードは奪えてないんですけども、一つ挙げるとすればやはり早めに潰していくディフェンス、これがうまくいった印象がありましたよね。まだ相手に徹底的な場面を作らせてませんからね。コロンビア対日本、前半を終え0対0、後半へと折り返します。後半キックオフです。日本としては大分してましたからね、はい、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね、長いボールを送ります。ワンエルナンデス、ここで前を向けるか、シュート、ワンエルナンデス、これは収まりませんでした。思い切って狙ってきましたよね。まあ、相手よりシュート数少ないので、そういった意味では積極的でいいと思いますけどもね。日本は選手を変えるようです。大きく縦へのアーチ、伊藤、体を張ります。ワンエルナンデスがここはファールを取られます。ジット、ムリエ、この位置で受ける、もう一回ワンエルナンデス、ミドルシュートを打っていきました。サイドのスペースへ走らせる、もうこれいいでしょ、長いドリブル、縦へ送る、これはつながりません。スペースを狙う、シュート、前線へ長いボール、伊藤、椿、これをカットします。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。水田、大きく縦へ、石崎、裏へ届くか、打つか、シュート、シノグ、カット、攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。縦へのボール、いいとこまで行ったんですけどもね、どうだこのシュート、これファウルですよね。最後前線にボールを入れてきたんですが、ここで長い笛、0
2対0。今日の試合は両者無得点の引き分けという結果で幕を閉じました。北澤さん、今日のゲームどうでしたか？日本としては戦力的には上だっただけにもったいなかったですよね。今日の試合で動きづらかったところを思い出してね、次への課題にしていってほしいと思いますよ。はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。結局0対0のまま試合を終了しています。